皆さん、こんにちは。ナビゲーターのシルバーです。ちょっと遅くなってしまいましたが、5月のエネルギーのメッセージをお届けしたいと思います。メッセージの後に ET のお話もありますので、よかったら最後まで見てくださいね。では、早速見ていきましょう。2021年5月のエネルギーとその概要、9次元アクトリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。あなた方に関心を持ち始めてから、人類とあなた方の霊的精神性の進化について目撃したことをこちら9次元の同僚たちに私たちは説明してきました。そして私たちが皆さんについて語った話に基づいて新しい集合体、新しい評議会、新しい非物理的存在のグループを募集することができました。ライラ、リラ星系、オリオン星系、アンタレス星系、アンドロメダ星系の新しいグループがあり、今や彼らはみんな、皆さんにすっかり魅了されています。皆さんの旅や彼らの支援方法を知ることに、彼らは非常に興味を抱いています。それで、私たちは、ある種のスーパー集合体として集まり、皆さんにとっての最大級の寄与について意見交換をしています。私たちは、新しいアイデア、新しいエネルギー、新しい視点が追加投入されることに、とても満足しています。あなた方の表現で言う5月にはそれらをお届けできると私たちは考えています。2021年5月のエネルギーは多文化的なものになるでしょう。銀河のあらゆる場所からあなた方を今や銀河の家族の一員として捉えている存在たちから受け取ることになるでしょう。私たちは仲間の9次元集合体の中で最も思いやりの気持ちを呼び起こしている皆さんの多くが他の人間からの無条件の愛を知らなかったという真実に気づきました。この真実は全集合体に無条件の愛を与えたいと思わせます。また、無条件の愛を与えたことのない、そのような人間の何らかの心のブロックを解除する方法を生み出したいと思わせます。これを行うことによって、とても満足できることがあります。なぜなら、ソースエネルギー存在としての真の自分をより深く知れるからです。現在、私たちはソースに近いところに存在していますが、必要とされる場所に無条件の愛の送信のお届けをすることで、その感覚を今なお楽しんでいます。私たちは人類の中にて、機会を探しています。最も困窮している、そういった人々を探し、その次に、その人々やグループに、どうやってたどり着いて、手を差し伸べられるかを、戦略的に私たちは考えるのです。私たちは、あなた方全員と共に、現実を想像しています。つまり、共同創造をしています。私たちは、皆さんのガイドと協力しています。私たちは皆さんのハイヤーセルフと協力しています。私たちは皆さん一人一人の心の奥で燃えている炎、つまり永遠の炎が燃え上がるようなシナリオを考え出して用意します。それは皆さんの脳の思考が憎悪したいと思う以上に皆さんが愛したいと思っている部分です。それは常に存在しています。つまり、ただ誰かや何かが棒でそれをつついて永遠の炎という劇場を煽ってくれる必要があるということです。そしてそれがここにいる皆さん全員のためにもたらされる5月のエネルギーのすべての概要です。本当にラブフェス、ラブラブ祭り、和気あいあいになる準備をしましょう。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？では、最近になりますが、E.T. のお話をしますね。過去注釈に、トランプ大統領や一家が E.T. 存在たちと交流できることについて、銀河法と照らし合わせて合法だとちらっと記しました。その理由です。さらに、銀河法の抜本的改正で、介入、干渉の度合いが大幅に広くなりました。DNA の地球外率によって干渉できる度合いがあるらしいのですが、その率の大幅な引き下げが行われたと推測し、今までは干渉であったものがそうではなくなったようです。皆さんが得ている援助とは、目覚めて最前線にいる人々の DNA をさらにテコ入れして光をもたらすための干渉が許可されたと思われます。ここでは特にアクトゥリアンの DNA 保有率の高い人々を主体に、過去メッセージに出てきたライラン、プレアディアン、シリアン、カシオペアン、出てきてないけど、古くから行き来のあるアンタリアン、呼びかけでこれから集まってくるであろう集合体、他の転生者の目覚めを推進していくと思われます。また、今、生まれている、生まれてくる幼い子供たちや赤ちゃんは、魂も地球外 DNA 保有率も相当高いのは当然です。お若いご夫婦には彼らを育てるというとても大切な役目があります。逆に親が育てられているかもしれません。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたらコメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。